いつフィルフサの王？大きさからして間違いなく王子だ。でもなんだろう、前に戦った王子と雰囲気が違う気がする。タオさん、どうかしましたか？このフィルフサ、誰かに手を加えられてる。何かの装置みたいなのをつけられてる。あの装置、かなり古いじゃん。神代のものか。なんであれ、戦いは避けられないらしい。お前たち、攻撃に備えろ。こんなとんでもねえ化け物を神代のやつらはどうするつもりだったんだ。ぶっ倒してから調べるさ。なあライザ、行こう、みんな。また王子と戦うことになるの。そりゃあ遅い。また勝たなくちゃね。もう一度は二つよ。飲めるか。私に任せて。熱いのはやる。これだ。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ありがとうライザー。それ、燃えるがいい。大丈夫、あたしに任せて。リラさん、これでいく。よいしょ。もう一度狙い撃つ。使わせてもらう。行くぞ、コアクリスタル発動だ。リラさんいるぞ、安心だな。見えた、この位置なら私としたことが。そこだ、まだまだだぞ。とどめだ。ライザー、私に任せて。まずいな、どうにかしなくちゃ。大盤振る舞いよ。よし、今ならいけそう。そいいぞライザー、力をうっ。今なら鍵が作れるかも。キーノ行くよ。遅い。はっ。よし。砕けろ。せーの。この位置なら。この。せーの。まだまだだぞ。立つよ。終わらせる。まずい。全員警戒しろ。任せろライザー。始めるよ。いっけ。燃えるがいい。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。遅い、まだまだだぞ。もう一度、今どれにしようかな。大盤振る舞いよ。よし、今ならいけそう。すげえな。どれにしようかな。見えた、まだまだだぞ。フェデリーカ頼める。わかりました、ライザさん。これでそこだ。切り刻みなさい。よく切れる。前で気をつけ。下手に触れれば切れますよ。これもどうぞ。当てみよう。遅い。ライザさん、お願いしてもよろしいですか。フェデリーカ終わらせる。あいつやばい。みんな気をつけろ。まだまだだな。これだ。しぶとい。風の力を最大限に。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。どれにしようかな。いっけ。よし、今ならいけそう。これも経験の差。やるよ。これで決める。それ突撃だ。Let's
力でやっちゃってください。当てるよ。そこだ。まだいける。終わらせる。どれにしようかな。やべ、みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃が来るぞ。終わらせる。始めるよ。あ、任せろ。頼むぞ。任せろ。ハイザー。そこだ。終わらせる。まずいな。どうにかしなくちゃ。少々まずいことになったな。どれにしようかな。お願い、成功して。よし、できた。それ。はい。それにしても恐ろしい化け物でした。Jefe complicado, pero logramos vencer con poca vida. これまだ動いてるみたいだ。フィルフさんにつけられていた機械です。むやみに近づかない方が良さそうですね。だね。それに。この機械だけじゃ何もわからないと思うし、何か手がかりは残ってないか。なあ、ここに本が落ちてたぞ。なんて書いてあるんだろう。タオ、読める？これってまさかフィルフサについて調べた資料だよ。フィルフサを調べただと？間違いないのか？うん、どうやら間違いないみたい。ざっと要約すると、形質に一貫性のない群体生物フィルフサの正体は白い外皮そのもの、寄生外核とも言うべき種である。フィルフサは生物、主に移動可能な動物に取り付き、魔力を媒介にその神経中枢を乗っ取り支配する。虫に取り付けば虫に、獣に取り付けば獣の形となる。この外皮の結合を破壊する溝をフィルフサは嫌う。種を問わず戦力への変換が容易であり、他種の生存を阻害する環境を生成する特性は非常に有用である。つまり神代の民はその機械をつけてたやつみたいに
フィルフサを武器として利用してたってこと？そういうことだね。この機械は狂気の源泉、どこからか送られてくる力の分配器って書いてある。狂気の源泉、その力はフィルフサの心臓にあたる生命核に送られ、強化と同時に完全な制御下に置けるらしい。生命核、つまり虫歯みの女王における宝玉のような器官か。それだけじゃなく、繁殖期の習性を利用して攻撃性も増大させてたみたいだ。これは錬金術で生み出されたものだな。大昔の、今は失われた高度な技術だ。錬金術師がやったの？こんな戦いのためだけの道具を。しかもこれは異界の各地、多分フィルフサの分布地域に同じような機械が網の目のように多数配置されてる。まるでフィルフサっていう種を乗っ取る別の生物のよう。気味が悪いですね。攻撃性も増大させていると言ったな。まさか大進行という生物の範疇を超えた進撃を起こさせていたのもこの機械なのか。集落の人に聞いた、異界者のやったことがこれ。生き物はこんな自分勝手にいじるなんて。生き物に命に対する誠意を感じられない、神代のってのはひどい奴らだ。カラさんは単にここのフィルフサをおとなしくさせるだけじゃなくて、これを見せたかったのかな。十分あり得るな。ただの害獣討伐を試練にするような安直な奴とは。と、我々がこの悪意の仕組みに気づくかどうか、いや怒りを抱くかどうかが真の試練かもしれん。これはどういう状態？わからない。でも絶対、そうか、受け手が破壊されたのに変わらず膨大な力が送られ続けてるから。みんな急いで離れ。神代のために通じる手がかりが。しょうがないよ、今はカラさんのところへ戻って見聞きしたアリの。Linda bomba nos dejó el jefe Son, así que bueno, a seguir y recuerda like, compartir sus clubes de gente para el Japo. Atelier Raiza 3, juegazo, juegazo, pero voy a subir solo las boss battle y poco de lo que hablan. Tenemos un poco de ventas con eventos. Nos vemos hasta la próxima, gente. Bye bye.